はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。ということで今日もバルキリーコネクトの実況していきたいと思います。ということで、3週間ぶりぐらいになります。お久しぶりです皆さん。バルキリーコネクトの実況はすごく久しぶりになります。ということで、現在もう終わっちゃいますけども、全世界1800万ダウンロード記念ということでイベントの方&ガチャがいっぱい来てます。それでですね、もう終わっちゃうんですけど、今日はスタフェスの方聞いていきたいと思います。こちらのスタフェス、いつも通り、初回半額でステップ2は1000ダイヤお得でステップ5で選んだキャラ1体確定となっております。全キャラ全員か、セレクトキャラ全員星5で出ますということで、自分が今回セレクトしているのはこちらでございます。おそらくサムネにも書いてると思うんですけどね、フォルセティを狙って引いていきたいと思います。今まで、そうだね、フォルセティはね、ちょっとセレクトに確か今まで入ったことなかったような気がするんだけど、どうだったかな、忘れた。なんか1回ぐらい選べたことあったような気もするけど、あと等確率じゃないんで、この今選んでるキャラでも出やすいキャラ出にくいキャラが多分いると思います。ということでね、ちょうど4体ね、持ってないキャラがいるんで、とりあえずフォルセティが一番欲しいかな。ということでね、狙ってステップ5まで引いていきたいと思います。そしておまけでですね、それ引いた後にオルタサーガの方も10連だけ半額、あ、引けるかな、ダイヤ多分足りると思うんで引きたいと思います。ではでは10連目いきます。最近どうだろう、チャンネルにね、虹が多い、チャンネル登録してくれた人、ケモフレの方でいっぱい増えたと思うんですけど、基本的にはこっちがメインなんですけど、最近モチベが下がってるんで、こっちの動画はあんまり上がらない可能性がある。でもガチャはね、引けるときは引いて、こういう感じでね、動画撮っていこうと思うんで。いつも通りね。では20連目いきます。いつも通りですね。いつも通り何もない、なく、多分確定枠までね、行くと思いますけども。そうですね。バルコネ。なんか、どうなんだろうね。相変わらず、なんか新しいのが来るっぽいですね。そういえば。なんか、難易度がすごい高いやつ。EX だったかな。なんか S の上が来るっぽいですね。で、なんか新キャラ、なんかヘルのなんか、上位版みたいな。なんかよくわかんないけど、なんか来るっぽいですね。新しいヘルが。ということで30連目いきますよと。相変わらず本当何も出ないな。平常運転ですね。それで最近はケモフレの方、めっちゃやってまして。本当はこっちね、バルコネの方もイベント来てるんで回りたいんですけど、意欲が湧かないっていう状況なんで、全然ね、装備とか手に入れられてないんですよね、実は。ちょっと、どうなのかな、とは思うんですけど、コイン、青い方だけでも集めて、誰だっけ、コス、名前が出てこないな、エルフの子ね。あの子のコス型しか出てたと思うんですよ、装備で。それを、星5にはしといた方がいいのかなっていう。あんまり確認してないんだよな。なんか、なんだったんだろう。多分結構いい装備だとは思うんだけど、確認してないから、ちょっと怪しい。どんな効果だったか全然覚えてない。星4には多分できると思うけど、星5にしないとね、やっぱり。このゲームは装備はやっぱり、星5にしてスキルレベル5にしないと、やっぱ、スキルの発動率が
断然違いますし、やっぱ何ステータスの上がり具合も全然違いますからね。はい、ということで、いつも通りね、いつも通りまあ引いてきて、確定枠ね、次頼む、フォルセティ来い、これ来てくれると嬉しいな。ロード入んないかな、入らなかった入らなかったってどういうことなんだよ。持ってないキャラだとロード入ると思うんだけどな、おかしいな。ん、何が出るんだ、次だ、なんだなんだなんだ、あーなんだっけ、ロータだフォルセティじゃなかった、くそ外れたな。はい、ロータは、ヒーラーですね。味方全体 HP を 30% 回復して、水のバフですね、水バフ 30% アップ、あ 30% アップは結構強いね。で 近い敵3体に140円の魔法、渦潮3ターン、人間エルフ巨人、うん、人間エルフ巨人、なるほど、この渦潮はあれだね、アリーナ向けだおそらく、はい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 、パッシブがなんか多分ありますよね、なんだろう、ちょっと確認して、その後にオルタサーガーの方を10連だけ引いてね終わりたいと思います。本当にあの何バルコニーのモチベが下がりすぎてて本当に何だろう、このガチャに関しても取るかどうか悩んだレベルで、あれ、あ、そっか、星5だからか。あったあったあった。パッシブ、グラビティと、アンチバーン、あー、やけどね、やけど耐性。と、おー、タフネスアクセラレーションね。後方、後方か。後方サーバーにクイック。なるほどなるほど。とこれが後方の味方2体右ゲイン、へー、ロータ中距離、後方キャラサポートする感じなんだね、へー、なるほどなるほど。じゃあラストね、ちょっとね動画の時間長くなっちゃうんで、オルタサーガの方も10連だけ引いてね終わりたいと思います。ね、本当はね、いろいろ引きたいんだけどな、ダイヤがない。あ、そう、ソルティスだ。あ、そう、これね、このバルコレガチャも引いた方がいいのかなって思ったんだけど、ダイヤがない。ダイヤないんで、もうちょっと今回はね、スルーします。では、10連だけね、引いてね、もう何も出ないと思いますけど、ね、運試しで引きます。なんかさ、ギルメンの人なんか、出てたっぽいよね。何年引いたんだろう。初回だけ引いたのかな。うわぁ、これ出てないね。1個しか虹ないじゃん。まあね、そうだよね。そんな簡単に出るわけがないっていうね。本当にもう、これ確率どれくらいになってんだろうな。長門だ。長門さん、いらっしゃい。なるほどね。はい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 、はい。ということで、オルタサーガのキャラも、まあ、いつかはね、確定ガチャが来るだろうと待ってますよ。もうね、1万でも2万でも課金しますよ、来たらね。まあ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 、わかんないですけどね、どうなるかね。はい、ということで、こんな感じですね。欲しいキャラはお迎えできませんでしたけども、まあね、持ってないキャラだったんで、よしとしましょう。では、これにて失礼いたします。